ハローアミです。今日は最近の3日間を食事メインで Vlog 風にお届けしていきたいと思います。前半は Vlog 多め、後半はお食事メインです。ハローアミです。ただいま私は表参道のど真ん中でもないんですけど、骨董通りあたりで一人で撮影しています。今日は、この秋冬もノスタルジアさんとコラボ服を作らせていただくことになったので、その打ち合わせに来ました。暑すぎて洋服を着ることを放棄しております。あ、今マネージャーさんがお疲れ様です。では打ち合わせに行っていきたいと思います。この秋冬は少しクラシックなお洋服をご提案したいなと思い、襟付きやミニワンピース、ツイードのアイテムを作ってみました。ファーストサンプルが出来上がりました。めっちゃ可愛いんですが、ちょっと短すぎかなって話をしておりまして、なんか確かになんかめっちゃ若い子のギャル感ギャルだちょっとギャルだうんうん、確かにこの透ける感じがいいんだ。ワンピースが可愛く仕上がりました。ニーハイ合わせが可愛すぎる件について、ワンピースも可愛く出来上がってきました。ちょっとこのニーハイを合わせて着たい感じにしようかなって。肩のこのポフット感と、そしてちょっとこの萌え袖みたいに親指が出る仕様にしようと思ってます。ちょっとニットを考えます。はい、もう一緒。白黒、白黒。確かに白い。あ、これ襟ですか。はい、襟です。黄色い。足型。ノスタルジアさんとのワクワクの打ち合わせを終えて、次の予定まで少し時間があるので、大好きなブルーボトルコーヒーに向かいます。おしゃれな友人佐藤匠ちゃんに教えていただいて、アドリンヒューというジュエリーブランドのショールームにやってきました。こちらのアドリンヒューはもともとはジュエリーブランドのアルティダウッドのデザインとディレクターをされていた阿部真理子さんが新しく立ち上げた天然石のジュエリーブランドになります。アポイントメント制のショールームで、私も今回初めて足を踏み入れたのですが、お気に入りに出会ってしまいましたよ。見てこちら2連になってるんですけど、意外とこのタイプのリング指が動かしやすいことに私はまず驚きました。アドリンヒューで使われている天然石は、工房で長年眠っていたデッドストックのジュエリーやこうリサイクルシルバーを組み合わせることによって生み出されていて、地球上にすでに存在する資源を活用して作られているジュエリーになります。一点一点表情が違うので、もう見ていてね、それぞれの個性にときめいてしまいました。こちらデザイナーの阿部さんの手元、そしてもうファッションも素敵だったので全身撮らせていただいちゃいました。そして案内してくれた佐藤匠ちゃんです。この日なぜか3人ともキャミソールっていうはい、こんな感じでキャミソール3姉妹でお届けさせていただきました。タクミンのジュエリーの合わせもとても素敵だったので撮らせていただいちゃいました。そしてもう一つ、阿部さんが手掛けられているシャランポワというジュエリーブランド、こちらもチェックさせていただいて、このねネックレス裏側がハートになってるんです。こういうもうときめき大好き。こちらのリングもね、横から見るとハート隠れてるんです。素敵。もうね、やっぱジュエリーって心がときめきますよね。そしてこちらも眠っていたダイヤモンドが活用されて作られたピアス、こちらもゲットいたしました。大事に使います。
そして What I eat in a day、 いつ始まるんだよって皆さん大思いかもしれませんが、ここから怒涛の調理時間でございますので、ぜひ、私の食べているものリアルすぎますがお届けできれば幸いです。150ぐらい。あ、ちょ。ただいま醤油と胡椒を足しまして、仕上げにごま油パラリ、イエーイ。米 133g。今日の夜ご飯です。サラダ代わりにキムチ。一日に一回は発酵食品を取りたいなという意識でございます。そして茹でた枝豆好きなのでたくさん食べます。そしてちょっと豆腐がなかったんですけど、ゴーヤチャンプルーです。豆腐なしゴーヤチャンプルーで、お米ですね。まあお味噌汁があったらパーフェクトかなっていう感じだったんですけど、ちょっと作るのめんどかったので、今日はこんな感じでいただきまーす。はい、夜ご飯が終わったと思いきや、夜9時、微妙にお腹空いていることに気づいたので、グルテンフリーの、パンに、卵と、マヨと、胡椒と乗せていただきまーす。いや、突然食べかけの桃出されてもっていう感じなんですが、朝は必ず白湯の後に旬のフルーツをいただくところから始めます。そしてお土産でいただいていたグルテンフリーとビーガンのパンケーキミックスのね、粉があったので、ちょっとパンケーキ食べたい気分なので朝から焼きました。そしてですね、私本当に甘いものが好きで、中でもチョコレートが大好きで、でもちょっとでも体にいいものをということで、この有機のチョコレートのなんだジャムじゃないんですけど、スプレッドを塗っていただこうと思います。このチョコレートね、本当に美味しくて常に私ストックしてます。いろいろ試したんですけど、これが一番チョコレート感が強いので、結局これに落ち着きました。これは、ね、楽天ルームに載せているので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。あの、健康意識高めのスーパーとかで、あの、よく売っているのを目にします。美味しいんだよね。そう、なんかね、こういう朝ごはんって栄養ないんだけど、たまにやりたくなっちゃうので、そういう時は本当我慢せず、まあ朝だしなという感じで普通に美味しくいただきますね。はい、はい、お昼です。と言ってもですね、実はそんなにお腹が空いてないんですけど、昨日の残りのゴーヤチャンプルーとご飯 100g レンチンしたものをいただきます。ちょっとね、朝ごはんと昼ごはんの時間配分間違えました。でも今食べないとご飯を食べるチャンスを逃してしまうので、今いただきます。そんなわけでゴーヤチャンプルー続きなんですけど、いただきます。はい、食べ進めてたんですけど、あと一口がお腹いっぱいになったので、これはちょっとラップしておいてまた夜とかに食べようと思います。でも何が言いたいかというと、このあとほんの一口食べられるじゃんっていうものをちゃんと残すっていうのが、意外と体型キープにおいてすごく私大事だと思っていて、そのあと一口食べちゃえが積み重なると体重って結構オーバーしていったりするので、もうお腹いっぱいだわと思ったら無理せず、まあ、残して、まあ、後ほど食べるみたいな感じにしてます。これちょっと、ちなみにご飯が黄色いのはあれです。おこげでございます。おこげがつくお釜で炊いております。はい、そんなわけで、ラップをして、また夜にいただきます。この一口。
大事。打ち合わせから帰ってきて15時半、おやつに多量の枝豆を食べます。はい、なんでか知れないけれども私はまたパンケーキを焼いております。でもグルテンフリーのパンケーキなので気持ちよしとします。めちゃくちゃデジャブなのですが、またこのチョコレートのスプレッドを塗ってパンケーキ食べます。ひたすらこういうものを欲する時期ですね。夜ご飯です。でも昨日の夜ご飯とメンバー変わってなくないっていう感じなんですけど、ゴーヤチャンプルーをキムチ入れてキムチアレンジしてます。これに後ほどチーズを入れちゃおうかなと企んでおります。ご飯はちっちゃめ 93g。 でも、まあ、さっきパンケーキ食べたしこんぐらいで、まあ、結構こっちがたくさんまだまだ量あるのでちょうどいいかなと思います。えい、固まりすぎなチーズ。夜ご飯もうね、ワンプレートというか丼オンリーなんですけど、豚キムチっぽく変身したゴーヤチャンプルー丼でございます。ごまと海苔をトッピングしました。チーズも入れたのでトロトロしてます。19時45分、デカフェのコーヒーとグルテンフリー&ビーガンのこのチョコレートのブラウニーをいただきます。はい、またもも半分食べかけ出してっていう感じなんですけど、この日の朝桃取り忘れたんですけど、まあ、前日のね桃と食べたもの変わらないので同じ素材を使いました。朝ごはん、私の定番グルテンフリー&ビーガンのパンに、まあ、卵を乗せているのでビーガンではなくなるのですが、でも平飼い卵のふわふわのやつ、みんなにネーミングつけてもらったけど未だに決まらない。そして昨日の夜食べていたブラウニーがちょっとだけ残ってるのでコーヒーとともに食後にいただきます。ただいま。めちゃくちゃすっぴんなのだが、まつげパーマと眉毛のワックス脱毛に行ってきたのですっぴんでリップしかしてないけどいい感じ。いつも恵比寿にあるビジーノプラスっていうところでこの眉毛とまつげパーマやってるんですけど、その恵比寿のね美味しいおにぎり屋さんが近くにあって、それで帰り買ってきちゃいました。唐揚げとだし巻き卵とラタトゥーユっぽいのとちょっとした煮物が入ってますね。でおにぎりは高菜昆布とツナにしました。私はおにぎり界の中でツナが一番好きです。いただきます。めちゃくちゃ美味しそう。しかもここのおにぎり屋さん唐揚げが米粉なんですよ。でこういうお弁当の時はそうですね、私はこういう海藻から食べて、お野菜食べて、タンパク質食べてからおにぎり食べるかなって感じですね。いただきます。なんかこういうシンプルなご飯が一番好きなんですよね。こってり濃厚な洋食とか年々あんまり欲さなくなってますね。おにぎりさえそこにあればみたいな。本当に握り方が美味しくて、ここのおにぎり屋さん名前分かりました。おにぎり一心恵比寿にあります。美味しいおにぎりってもうね心を豊かにしてくれますよね。そしておにぎりと唐揚げっていう幸せコンビネーション。もうね、私ねおにぎりと唐揚げでいい、いや、おにぎりと唐揚げがいい、毎日。本当に美味しい。そんなわけでカメラを止めてゆっくりと引き続きいただきたいと思います。はい、そして食後のルーティーン、ブラックコーヒーです。いただきまーす。ちょっとお家でのんびりした後は妹のミリから今銀座にいるよって連絡をもらったので、まあ、そこまで繰り出しまして一緒にローズベーカリーでお茶しました。ここヘルシーなお食事もいただけるし、
まあ、やっぱりローズベーカリーといえばキャロットケーキとかが美味しいんですけど、まあ、この日はね炭酸水だけをいただいて、でその後銀座6でちょっとお買い物してたらですよ、なんとねマリナから今銀座6いないよねっていうLINEが来たの。そんな運命的なことございますか。というわけで早速落ち合いました。デレレレッデレー、銀座6こんにちは。こんにちは、乾杯。なんか大人な遊び方してるわ私たち。だよね。そんなわけでマリナとちょっと早めのディナーをすることになりました。なんかこうやって友達と急遽会えることになった日ってめちゃくちゃワクワクしますよね。お野菜とお魚、お肉をつまみながらワインをたしなみました。このお店2人とも初めて来たんですけどすごく美味しかったです。この日私はお酒2杯ぐらい飲んだかなっていう感じですね。はい、そんなわけで私のリアルな3日間の Vlog と食事お届けしました。またこういう動画撮ってねって思っていただいた方は高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。アミシーこと石井アミでした。